はい、9月29日、5時33分にお送りする、この暗号通貨ダイジェストですね。今日はですね、いいニュースが来てますね、また。やっぱりいいニュースが目白押しですね。何がいいニュースかと言いますと、マイニングのことです。GMO グローバルサイン、仮想通貨マイニングソフト販売で採掘事業に参入ということで、まあ、いろんなね、マイニングの、投資とか、プログラムとか、そういった企業が今までも出てきていたんですけども、まあ、歌方のものでですね、ここからなんですよね。やっぱりこういった、インターネットとか暗号通貨っていうのは、先行者利益ではなくて、後行者利益が出ることが多くてですね、多くの先行したマイニング会社、マイニング組織、マイニング法人、マイニング団体ね、こういったものが、もう失敗してきたわけですよ。失敗して、誰も資金を引き出せずに終わってしまって、マイニングのコンピューターが、例えば洪水とかで被災してですね、結局何にもならなかったっていうところを見て、しっかりとした資本が入ってきた、しっかりとした資本を持っているところが、こうやって参入してきたんですよね。遅れて参入してきた人の方が有利なわけですよ。いろんなメリット、デメリットを理解した上で、やっぱりやってくれますからね。GMO インターネットグループで電子承認サービスを展開する GMO グローバルサインは28日、仮想通貨マイニングソフトウェア、クリプトノッカーの販売を世界に向けて開始したということで、ここからですね、ここからしっかりとした資本を持ったところに投資をするマイニングっていうのは先が伸びていくんではないかなと思います。韓国サムスン電子、仮想通貨マイニングの ASIC チップ製造でカナダ企業と提携ということで、韓国のサムスンがカナダの企業と提携したわけですよね。この仮想通貨マイニング用 ASI チップの製造でカナダの、スクワイヤマイニング社と提携したということですね。これ何が起きるのかよくわかりませんね。で、国連、シエラレオネでブロックチェーンの基盤の ID プラットフォームを構築へということです。やっぱりね、暗号通貨の業界っていうのは専門用語もそうですし、地域とか国も聞いたことがないようなところが出てきますよね。読んだりできないと。アフリカにあるんだ、これ。国連の2つの専門機関がアフリカのシエラレオネでブロックチェーン基盤の ID システムを構築する計画だと。信用履歴がなく銀行サービスを受けられない国民に公的な ID を提供するということ。このニュースはですね、カルダノの ADA、あれと同じような思想ですよね。さすがにアフリカから出た、仕組みだなというところでございます。こういうのは投資してもいいかと思いますね。ボラティリティ問題解決なるか、複数メタルに連動の仮想通貨を計画、スイスの資産運用会社ということです。そう、暗号通貨といえばボラティリティの大きさがメリットでありデメリットになっています。実際に通貨として流通を起こそうとした時にボラティリティがここまで激しいとね、やってられないんで安定させる必要がありますよね。まあ、だからスイスの資産運用会社が出てきたわけなんですけども、どこが出てきたかというと、テイベリウスグループ AG なんですよね。で、複数のメタルに裏付けられた仮想通貨を立ち上げる計画を進めているということです。しっかりとした資本です、ここも。ナスダック、仮想通貨リップルの上場を検討かということですね。これは今日の一押しビッグニュースですね。ナスダックが来年初めにリップルの上場について検討していると。ナスダックに上場されるようになると、やっぱりこのリップルってのは相当な値上げ幅を出すんではないかなと思います。ナスダックの裏付けがついたと言ってもいいですね。リップルの仕込み時ってのはもう多分ね、今月が最後になるんじゃないですかね。まあ私はね、その、100円を突破したら、もう手がつけられないと思いますよ。急騰して、100円と言いますか、80円から90円を、まあ、超えていった時っていうのは、もう一夜にしてみたいなことが起きるんじゃないかなと思いますね。はい。中国証券規制当局ナンバー2が仮想通貨と語った詐欺に警笛を鳴らしていると。まあこれは本当そうですよ。やめてくださいよ、仮想通貨詐欺は。もう多くの方が被害を受けてますからね。で、中国の中間所得層、仮想通貨に投資した割合は 10% で増加中と。まあ中国人民もかなりの割合で、中間所得層が暗号通貨事業に入ってきたということですね。やっぱりね、暗号通貨を語る上でメリットデメリットがある国を語るといえば、日本ほどメリットがあった国はないんですよ。日本が多くの暗号通貨仮想通貨を取り扱っていて関心があって、で、日本が買った後にいろんな他の国が買っていくというね、
で、買い増していくという形ですけども、で、我々日本で住んでるものが、またね、ICO 悪く言いますけども、偽 ICO に踊らされたりとか、踊らせるための偽 ICO を作ったりとかして、あれやこれややっていって、小競り合いをしてるから、また外国に出し抜かれる高校者利益ってものになってくるんですよね。ちなみに、この暗号通貨をネットワークで紹介することは違法行為になってますんで、今までね、もしかして、なんかの暗号通貨ですよとかね、なんとかコインですよって言って、MLM に参加した方は用心してくださいね。これね、人を勧誘しても同じですからね。人を勧誘する営業マンになっちゃっても、それは販売元と同じ罪を訴求されますんで、ご用心ください。だから法律は詳しくないといけないですし、ネットワークビジネスってものもしっかりと認識していないと大変なことになります。この辺ですよね、今日大事にしていただきたいのは。で、米 SEC と CFTC 不正規のビットコイン先物業者を告訴。どんどんやってください。仮想通貨マイニング大手ビットメインは Q2 は巨額損失か。あ、ビットメイン巨額損失、本当ですか。ビットメックスのリサーチ部門はマイニング機器大手ビットメインが2018年第2四半期に4億ドル440億円の近い損失を計上した可能性があると発表した。計上した可能性があるということなんで、まだ裏付けは取れてないんですけども、発表した時点でもうほとんど確定ですよね。はい、暗号通貨ビットコイン強気相場へ転調の兆しかということで、今日のニュースはこの辺にしていこうかなと思います。ビットコインがこれから大きく堅調すると、値段を上げるということが語られています。その根拠ってのはこの記事の向こうに行くしかないんですけども、私もビットコインはね、あと一発大きく上がると思います。上がった時っていうのが、去年の240万とかを突破してですね、もっとね、300万とか500万とかっていうのに向かっていくんじゃないかなと思います。この辺はだからね、XRP と同じようなことを言ってますよね。300円から500円みたいな。あ、もう一個行きましょうか。ゴールドマンサックスが仮想通貨イーサリアム先物の NDF 計画を、取引を計画化ということでございます。先ほどのナスダックに XRP が上場するってのも同じなんですけども、ここでまとめとして申し上げるのはですね、あ、ここにもありますね。イーサリアムはまもなく復活するっていうのにもありますけども、イーサリアムは今2万5000前後ですけども、これがね、やっぱりね、4倍か5倍ぐらいになるんではないかなというふうに見ています。 XRP も同じですけども、 XRP も多くのプロジェクトの実現とともに値上がりをしていきます。ビットコインというのはなぜか上がっていきます。この3つがかなり注目株なんではないかなと思いますけども、皆さんどう感じになったでしょうか。では今日の暗号通貨ニュースダイジェストは以上です。